尾張藩。尾張藩は、愛知県西部にあって、尾張一国富の、三河及び品の、基礎の三輪の核一部を収めた審判。徳川御三家中の筆頭核であり、諸大名の中で最高の核式、価格を有した。尾張国名古屋城、愛知県名古屋市に居城したので、明治の初めには、名古屋藩とも呼ばれた。藩主は、尾張徳川家。 表国高は六十一万九千五百国。終わりは、慶長五年、千六百年九月、関ヶ原の戦い終結まで、清洲城主、福島正則が二十四万国で支配していた。戦功により、福島正則は、秋広島藩に数を違法された。関ヶ原の戦いの戦功、先人により、徳川家康の四男、 松平忠義が入法、清洲藩、52万国する。慶長11年、1606年、家康の直轄領であった千田軍、千田半島も忠義に数をされる。しかし、慶長12年、1607年に、忠義に死死がなく死去して、天領となった。代わって、開港府藩から同じく家康の旧男で忠義の弟である。 徳川義直が472,344国で入法し、清洲城から新たに築かれた名古屋城に移って、清洲越し、ここに終わり藩が成立した。藩領は随時仮像されてゆき、元名5年、1619年5月16日に563,206国となった。さらに、漢文11年、1671年キー、 徳川家との格差をつけて、古算や筆頭の価格を示すため、旧人領、渡辺半蔵はじめ十六や一等に、将軍の主因状をもって与えられた、治療地五万国を加増され、六十一万九千五百国の治療校が確定した。領域は、尾張のほぼ一国のほか、美濃、三河、信濃、基礎軍の日野木御葉林、大海、摂津と広範囲にまたがって、 飛び地が存在した。中でも、基礎の御用林から得られる、木材資源は、犯罪性の安定に寄与する要なものであった。また、表高こそ62万国弱であったが、日田開発を推し進めた結果、実高は100万国近くに達したと言われる。財政には、比較的余裕があったことから、領民には4公6民の低い税率が課されたという。三河、鴨茂群や大見 加モ軍、セ川ツ、カ軍にあったのは、すべて旧人領である。尾張藩は、一般的に、江戸時代を通じて一気がなかった藩とされている。かつ海州は、氷川政は、明治31年、1898年の中で、日本国中で、古来民生の、よく一き届いたところは、まず、甲州と美州と小田原との三か所であるとし、尾張、リ、美州については、 租税を狩るし、民力を養った織田信長の遺徳が未だ、人民に慕われている、当時の前盛療法が、今なお歴々として残っているとしている。吉直は着任当初まだ幼少であったため、初期の反省は、家康の老人たちによって行われたが、成長してからは、吉直自ら米の増産を目的とした、用水整備、神殿開発、年貢制度の確立などに努めて、 藩を確立している。第二代藩主、徳川光つ友は自社政策に尽力したが、自社再建を行いすぎて犯罪性が苦しくなり、藩札発行するも失敗して犯罪性が苦しくなった。このため、三つ友以後の藩主は剣役霊や錠前などの財政改革を行って犯罪性を黒字にさせたりもしたが、天才なども相次いで犯罪性は結局は悪化した。 第三代藩主、徳川綱成は、実母の千代姫が三代将軍、徳川家光の長女であった。それゆえ、五家門の中でも、最も将軍家に近い存在であった。イボア松平義政は、仏両戦藩三万国を得て、大久保松平家として、独立、同母帝、松平義行は、美野高須藩三万国を得て、四谷松平家として、独立。 イ母邸松平友女は、終わり藩内で家禄を得て、河田久安松平家を称、三つの分家五連氏が出来上がる。第四代藩主、徳川義道は、第六代将軍、徳川家信から高く評価され、家信の小鍋松、後の徳川家継が幼く、政務に耐えられないと判断し、第七代将軍に就任するように要請されるほどの人格者であった。 家信皇居一年後に突然死する。第六代藩主、徳川継友は、第七代将軍、徳川家継が、重病に伏した、際、第八代将軍候補の有力者であった。第六代将軍五代所の天栄院の命のこの絵、休みを婚約者に持ち、祖母が、第三代将軍、家光の長女であり、将軍家に、最も近い存在であったからである。しかし、 同じも三夜の奇襲藩主、徳川義宗が将軍に就任した。その後、尾張徳川家は、五三夜で唯一、将軍を排出することなく、明治維新を迎えることとなる。第四代藩主、徳川義道は、尾張は将軍位を争わずと述べており、尾張藩では、家訓として将軍位を継承することよりも、徳川家康より与えられた尾張藩を守ることの、 方が大切ででああるるとされていたためである歴代藩主で最も有名なのが、その、つぐ友の弟であり、第七代藩主となった、徳川宗春である。宗春は、倹約を主とする江戸の幕閣の政策を批判し、名古屋城下に芝居小屋や、遊閣の設置を許可し、規制緩和政策を推進した。これは、江戸幕府の禁縮財政に対して真っ向から、対立するものであった。 共法20年、1735年に入ると、幕府よりも5ヶ月早く有供徘徊を禁じる例を出す。また、翌年の原文元年に行われた幕府の原文の改中によるインフレ政策に先立って、すでにインフレ状態にあった終わり判内の引き締め、政策を展開した。幕府より一手先を行く胸春の政策は抜閣に警戒感を与えてしまう。ちょうどその頃、幕府は、 朝廷が禁じた第二本史の出版を強行し、幕府と朝廷に緊張が走っていた。原文三年、1738年朝廷が、反幕府の象徴的儀式である大上会を開くことになる。宗張と五不家老、成る正まが、三勤交代で、江戸に下校すると、もう一人の五不家老、竹越正岳が、名古屋で宗張の政策を、ことごとく否定していく。 そのために、終わり藩内は少なからず、騒乱状態となる。翌年の原文4年に、大上会に使いに出ていた死者が江戸に戻り将軍、吉宗に報告すると、吉宗は病と少死引きこもってしまう。そして数日後、吉宗は、終わり藩内の騒乱状態を理由に、宗張を隠居禁止処分に処した。その日に、吉宗は、朝廷の中心であった一条健康に、 多額の献金をし、宗春の甥いである二条、そうはじめに、意み名の、その字を与え、朝廷対策を打った。終わり藩は、諸祖、吉直の頃から朝廷との縁が深く、欧米によって模様されることとされていた。朝廷は宗春を高く評価しており、宗春は、朝廷と幕府の間に挟まれて、隠居禁止んせざるを得なくなった。宗春の後を継いで、 第8代藩主となったのは、重帝の徳川宗勝である。宗勝は、宗春時代の反省を改め、倹約令を中心とした、緊粛財政政策を行い、犯罪政を再建する一方で、学問を、異奨励して、金華学問書を創設した。第9代藩主、徳川宗近は父、宗勝の政策を受け継いで、財政改革を継続し、 その治世は三十八年間に及んだ。一時期は財政が好転したこともあったが、法歴治水にもかかわらず省内側の反乱など、天災による被害を受けて財政が結局は悪化した。市中の負傷十六人から金五千両を調達し、幕府に二万両の公金拝借を願い出た。以後、財政難によりこの金策は繰り返されていくこととなる。なお、この 宗地下の時代にも学問が奨励され、天明三年、1783年には、藩校、明林堂が創設されている。軍政改革も実施され、完成五年には、幕府の海軍防備令に即応した千下半島の防備を再編成、上方の返事に対応する計画を策定した。さらにこの作戦に応じた、不評重宝主体の編成を、大番組、寄り合い組、 馬回り組を拡充させた。完成十一年千七百九十九年十二月に、宗地下は死去した。宗地下の実子は創生していたため、ここに、吉直以来の大有り徳川家の断刑の血統は、藩主家から断絶した。代わって、完成十二年千八百年一月に、第十代藩主となったのは、一橋家から養子として迎えられた徳川成友である。 成友は、尾張藩第四代藩主、徳川義道の外孫である二条、総うはじめの彦にあたり、尾張徳川の地を受け継いでいた。しかし、ここで、尾張の男径血統は、藩祖義直から断絶する。第十一代藩主、徳川成春や、第十二代藩主、徳川成高、第十三代藩主、徳川義継倉は、第十一代将軍、徳川家成の実施家、あるいは、 御三教から迎えられた養子などであった、いずれも奇襲藩主から将軍となった徳川義宗の血統の一橋家の血筋。彼らは寿命や在任期間が短かったこともあったが、尾張に入国せずに江戸に在住することが多かったこともあって、藩政は停滞期に入り、犯罪性は赤字になった。義継の継承により、尾張藩は幕府への財政依存がさらに高まり、 家営元年に込め切って、藩札の回収を条件に十万両が、幕府から対応されている。このため、藩内では、幕府迎合的で、御三郷、徳川将軍家などからの養子を藩主に迎えて、財政支援を期待する付家老などの江戸派に反対して、幕府からの藩政介入に反発し独立志向の、近鉄党、尾張派、関西軍側により拡充された、 大番組を中心として、結成を中心に、藩主擁立運動が起こった。結局、将軍権を三協計の養子は阻止された。四藩身の高須藩から本家を継いだ幕末の、第十四代藩主、徳川義久後の義勝、決闘としては、水戸計は、養子藩主時代の人事を一新し、財政改革にも一応の成功を収めている。しかし、安政五年、 1858年に、将軍後継者問題、条約直挙問題などから一橋派に組みして、伊い,い直介ら南紀派と対立し、この清掃に敗れた吉勝は、紀州家からの将軍擁立を妨害するために押しかけ、途上を追ったことなどにより、直介の安政の大国によって強制的に隠居処分に処され、第15代藩主には、吉勝の弟、徳川持長がなった。しかし介が、 桜田門外の変で暗殺され、文久三年、1863年9月13日には、持長に代わり、吉勝の子、徳川義則が、第16代藩主となったため、吉勝は隠居として、藩政の実権を掌握し、幕政にも参与して、後部合体派の重鎮として活躍し、終わり藩藩主と元藩主の二重支配体制となり、 第一次長州政罰の総督に立てられるなどした。吉勝は第二次長州政罰の総督にも任命されたが、辞退している。大政奉還後に吉勝は新政府の議定に任税られ、正午初会議で決定された、時間の内を吉信に求める使者となっている。慶応四年、1868年のとば、伏見の戦いによって、 新政府と幕府の対立が明らかにいると、吉勝も新政府側につき、藩内の砂漠派は、青松馬事件によって弾圧された。戸場、富士見の戦いの後に、明治新政府により、統制軍が編成されると、前藩主、徳川吉勝は、東海道諸藩の触れ頭に任命され、砂漠色の強かった東海道府大諸藩を、勤納側へ動かして、 新政府軍の東海道通貨を容易にした。明治3年1870年には財政難に陥った市販の高須藩を吸収。明治4年1871年7月14日の廃藩地県により廃藩し名古屋県となった。その後、犬山県との統合、愛知県への解消、ぬかた県との統合を経て現在の愛知県となった。 廃藩知県後の、尾張徳川家の家政機関については、尾張徳川や尾張徳川公爵家を参照のこと。市藩としては、仏良政藩と美野高須藩がある。審判、五連氏三万国江戸上屋敷を四谷大久保に置いた。江戸下屋敷を尾張藩の家臣団は、幕府より付属された者、神太郎衆やおし新山衆などの松平忠義の、維新、海能時代に、 吉直に仕えた者、終わり藩成立後に取り立てられた者、平井は近吉の維新らで構成された。幕下御付属衆の六子、成瀬、武子子、渡辺、石川、三村、千村は、将軍、徳川家康、または、将軍、徳川秀忠の命によって、終わり藩に付属され、代々将軍に配滅する資格を所持した家柄だった。付属列も、から、 終わりに付属されたものであるが、こちらは将軍への配慮資格はなかった。このうち、なるせ、竹氏の西が、競技の五不画廊で、両家年寄りと称する。上記のなるせ、竹氏、渡辺、半蔵、石川の四家に、清水を加えた五屋を、万国以上の格式都市、渡辺、半蔵、石川、清水の三家が、年寄り、家老に就任した場合は、 万国以上年寄りと称する。明治維新後に、美濃国中島軍に村、八神城主、毛利源内預かり所の旧幕府領、北見国網走軍、斜里軍が加わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。